大学院中心研の伊藤敦子です。2日間ありがとうございました。この2日間は1種目もベストに届かず、苦しい戦いだったんですが、順位を優勝するということが目標だったので、そこをしっかり勝ち切れてよかったなと思っています。この後は今シーズン5月3日の静岡国際と日本選手権 400m ハードルと7種競技を出場いたします。